ブシュブシュにしてブシュ。はい、どうもハビネスタークのハビネスです。オフレームのストラソーディ実況プレイ3月13日分リンボオンリーで走破してみる、やっていきたいと思います。今回ですね、サーガスラックさん来ております。ジェネラルサーガスラック、そのサーガーを中身はどんどん肉だ、握りつぶし貴様の死の匂いを吸い込んでやろう。美味しそうですね、ありがとうございます。まあとりあえずね、サーガスラックさん本人は来てないんですけれども、潜入エクシマス要塞から始まり、機動防衛強化された物理攻撃耐性で救出極低温漏出ということでね、はい、リンボオンリーで行ってみたいと思います。こちらね、行けるはずです。では最初潜入エクシマス要塞。まあね、エネルギー吸い取られるかもしれないけれどもね、リンボ君は戦う気がないようなので、お、いいっすいいっすいいっす、戦いはおののけリンボにリンボ兄さん。さあ行きましょう、リンボ君。とりあえず異次元に入ってね、そう、何気に今回普通リンボなんでね、で、イグニスを持ってきております。イグニスさんを、あ、いきなりエネルギー吸い取り野郎がいるな、マジかよー。イグニスさん、イグニスさんです、吸い取りです、あ、吸い取るっていうか焼きます。イグニスさん、オッケー、一応感染ダメージを持ってきてしまった。今思った、感染ダメージじゃダメじゃね、コーパスと勘違いしてた俺ダメですね、間違えちゃった。いや本当は腐食にしようと思ってたんだけどね、グリニアと分かっていれば。なぜかビルドを組んでる時は俺はコーパスを相手にしてるもんだと思ってたわ。ちょっと4番が遅いけど、おい、あ、そうそうそう、今回のタスクはクレジットを拾うらしいですね。まあこの辺りは普通にやってれば処理できるタスクなのかなって感じがしますね。 OKOK、 1万5000って結構だよね。でも拾わなきゃいけないんだよね、獲得するんじゃなくて。獲得するだけだったらね、インデックスでもいいのかなって思うけど、そういうことじゃないみたいですね。よし、あ、これは別にいいんだ。 OKOKOK、 着きました。よし、まず最初、結構敵と戦ってるけど、まあ潜入ミッションが潜入ミッションなんで、道中無視していってもいいかもしれないですね。おっおっおっ、何警報が鳴ったけど、嘘でしょ、なんで、待って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 、ちょちょちょリンボマジでお前、よし、なぜ見つかったんだろう、あれレーザー当たっちゃったのかな、何気に。まあ別に焦ることはないけど、あれレーザーに当たったらしい疑惑ですね、これは。なるほどな、オッケー、ギリギリオッケー、行きましょう行きましょう。さあ次です、次だよリンボ、次だよリンボ。リンボはね、ほんと異次元の中、異次元の中入ってれば攻撃を食らわないというメリットがあるんでね、すごくそれがありがたい。そう言ってなんだかイグニスを噴射したくなる俺であった。お疲れ様です。さてさて、まだまだこんなもんじゃね、事故は起こらないね、現状ね、事故が起こる雰囲気もないね。まあこのまんま順調に行きましょう。アーストラップでさえね、効かない男なんで、ブシューってやられないんでね、ブシュブシュにしてブシュー。ちょっと遠いな今回、 ABC それぞれ距離が遠いですな。ここ抜けてすぐか、 OK、 今日はリンボとね、リンボプライムをね、それぞれ出していこうかなと。あ、ここか、はい、これ捕まったら怖いな。オッケーオッケー、捕まるというか怖いのが来たら嫌だな。よっしょよっしょ、カメラには見られちゃうから気をつけてと。よいしょ、ほいふっ、よし、まあリンボが見られなきゃ大丈夫だね。危ない、めっちゃカメラ近い、ありがとうございますリンボで来ると言いつつね、回収はオペレーターというね、だって楽なんだもんっつって。オッケー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 、あ、そうだミスった、そうでした、俺スタンスがあれなんだった。今日はねコブランドクランです。最近ねコブランドクランをよく使うんだよな俺な。さてもうちょっとで着くよ、ほい。道中のグリニアはねちょっと戦ってると時間かかるんで、現状は無視、最初に何体か倒したから大丈夫でしょうっつって。まあでも倒すとなってもな、結局異次元で捕まえてが一番楽だからね、それ以外で戦うと、いや異次元で止めましょうよって話になっちゃうからね、どうしたって最終的に異次元で止めるしか術はなくなるんだよな。オッケーオッケー、これなんだ、どんな形のやつだ、あーこれか、なるほど、あーごめんなさい、すいません、なんかごめんなさい、すいません、前回り込んじゃいました。
ごめんなさい、カメラがね、いつもふわーってしてると思ってたんです。違かったみたいですね。あ、すいません、あの警報とか鳴らさないでくださいね。お願いします。もう今日1回鳴らされてるんで、ごめんなさいね。すいません本当に。あ、動きを止めておきましょう。警報とか鳴らされないように、うん、動きを止めておこうと思います。あざーす。おう、オッケーオッケー。あ、燃やすんすか。あ、大丈夫ですけど、全然遠慮せず、じゃあ燃やしますね。オッケーです。あ、もうこのまま行っちゃってください。ありがとうございました。さあ帰りましょう。このままね、まあ、スライディングはしないように気をつけてということで、あいつは警報を鳴らせばよかったものを手順間違っちゃいましたね。きっとリンボの姿見て慌てたんでしょうね。あ、だだ、わな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 っつってね。はい、それじゃあね、とりあえずまず第一タスククリアって感じですね。さすがのリンボくん、潜入ミッションにも強いですな。なぜか一回見つかったけどね。あれは事故でしょう。はい、次、次がですね、モバイルディフェンス、機動防衛です。機動防衛に行ってきます。切断ダメージ不要だったかな、これ。なんか情報見た時そんな感じだった気がする。さて続いて、機動防衛強化された物理攻撃耐性ってことでね、あと切断ダメージ持ってます。ちょっとね、向こうがね、物理攻撃耐性かつ物理攻撃強いっすよ。おリンボよろしく。うーって感じでね、グリニアが押し寄せてくるんだと思います。まあぶっ飛ばしてやりましょう。ぶっ飛ばすっていうか、まあ動きを止めつつね。安全かつ大胆に行きましょう。せいや、てりやき、リンボのてりやき。てりやきにならないようにしよう。気をつけよう。さあ、ヘルス300のシールド300、QT が入っていないリンボ先生でございます。もう一元に入って、で敵の攻撃を防ぐ前提のビルドで来てるんでね。 QT いらないでしょ、だって敵は動かないのよっていうね、そのスタイルでございます。はい、まず第一ポジション到着です。まあここから気をつけなきゃいけないね。まずはここから気をつけなきゃいけない。あ、いてててて、ちょっと危なかった。よいしょ、 OK、 やめてください。よし、 OK、 これでね、まあとりあえず安全は確保できたはず。さあ、ボアプライム行きましょう。ボアプライムが非常に強いです。グリニアボール。オッケーオッケーオッケー。で、2番をね、貼り直せばオッケーかなーと、そういう感じでございます。まあ、全然ね、ダメージ受けてくれてないんでね、どんどんボアプライムで倒していきましょう。はいはいはい。はいはいはい。どんどんね、どんどん倒し続けると。寄ってくる敵は、どんどん倒し続けると。あ、そう。あとね、アドバイスもらいました。この3番ね。3番貼り直すとき使った方がいいですよと、アドバイスいただきましたので、今回はね、その形でいきたいと思います。3番はね、異次元に、何、ちょっと待った、ちょっと待って、ビビったん、今安定したぞ。焦った焦った、なぜか安定した。焦りの安定、何に対して安定するのかが不明だよな。ここあれだよね、多分パワードリフトルートだよね、多分あの辺とガバガバになるんだろうね。そう、1番に引き込んでられる、1番を使って引き込んでられるのかな。そう、3番使っておくと、そうそう、1番も使ったことになって異次元に引き込んだ状態にしておけると、そういう便利なやつですね。 OK、 終わった。よし、あ、一応オペレーターでは拾えないんだ、なるほどね。まあいいけど、よし、じゃあ次行きましょう。リンボさすがですね、リンボさすがです。そう、これをね、今ちょっとコメント欄出てると思いますけれども、いつもね、アドバイスで助けていただいております。 OKOK、 これもね、やりたくてちょっとリンボを選んだっていうのもありますね。 OK、 さあ行きましょう。あ、エネルギーフルですね、了解。かかってこい、グリニア先生、グリニア先生。よしよし、貼り直すときに3番を放つ形にしましょうか。現状はこのままで。よしよし、もうちょっと中入ってこない？もうちょっと君たち中入ってこない？オッケーオッケー。それであれば、俺のボアンプライムが火を吹けるのだ。ポッ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 ポー。ポッポッポッポー。ボアプライム。ね、みんな倒れてんの？あれ。あ、腐食攻撃か。腐食のおかげで、みんなが倒れる。ありがとう、腐食。ありがとう、腐食攻撃。よし。まあ、2番なかったらね、あっという間にノックダウンリンボ先生だと思うんで、横から順番に倒します、倒します。3番を張り直しましょう。これで大丈夫なんだよね。おお、余裕。まあ、QT じゃねえ、ナチタレも入ってるんでね、発射速度が非常に速いです。
あとは2番の効果時間に気をつけつつ、相手の動きを止めて一気に倒していくと。おかしなポーズしやがってって言いながらね、煽ることもできちゃうというね。おかしなポーズしやがって、うはは楽しそうだな、みんな楽しそうなポーズ撮ってるな。ありがとう、そんなポーズを見れて俺は幸せだよ。ヘビーガンナーもあっという間ですね。ゴアプライムさすがです。あ、ノックスだ。うわー、オッケー、あ、終わりました。わかりました、行きましょう。そこだ、よし、次。あんなスコーチにちょっと火当てられただけで、おーってリンボーが死んじゃうね。はい。次。なんかルアモットステージ多いですね、今回。おお、チャレンジルームじゃないですか、普通に。チャレンジするぜっていうルームじゃないですか。やんないけどね、さすがに。こんな機動防衛最中にやってたら、身を守るのか、防衛対象を守るのかっていう2択を迫られた結果ね、どっちも失敗するみたいな。そんな事態になりかねないんでね。これやっときましょうか。異次元に入ったやつは異次元に入りっぱなしと。なるほどな。便利だよな、これ3番。全然ね、リンボーイコール3番を使うっていうイメージがなかったんだけど、前々からね、生放送でなんだかこう3番いいっすよみたいな話は聞いてたんだけど、実際にこうやって実用性持って使うのは初めてだね。初めてっていうか、最初の頃は使ってたんだろうけど、これでもやっぱり怖いな。やっぱりこう異次元に入ってるやつらばっかりじゃないから、ちょっと怖いね、それがね。まあ一回出て異次元入り直してっていう手順さえ間違えなければね、問題はないと思うので。俺セカンダリーなんだっけ。あ、ユーフォナ持ってきました。ユーフォンプライム強いよな、これ。これも強い、非常に。ありがとう、よしよし。うわー、いって、何、ちょっと何、ちょっと何なんでダメージ受けた。あれか、外から撃ってきたやつに当たっちゃったんだな。こう入る瞬間の飛んでくる銃弾ってリンボ防げないんだよね、何気に当たるっていう。よし、危ねえ、それが怖かったね。今普通に死にかけたもんね。 QT 入ってないから全部持ってかれたら終わりなんだよね。あんな安全ですねみたいなことを言っておきなら死ぬのはないわ。死にましたねっていう感じになっちゃいますね。はい、さすがのリンボ先生でした、ありがとうございます。さあ次ね、次は救出ミッションです。救出ミッションで、ハザードアイスなんで、あれですね、極低温漏出、まあ足が遅いという感じですね。これって防衛対象も救出した後足が遅くなるのかな。まあもしかしたらそうかもしれないから、そのニュアンスでいこう。カッパオッケー、やってきました。足元にご注意を。船体のあらゆるところにやべえのがいっぱいありますということでね、見えませんがロータス姉さんっていう感じで、今回は QT の入ったリンボです。まあさすがにレベル100台ともなればね、こうちょっとおいそれと、あったおいそれとね、こうちょっと油断はできないかなと。攻撃受ける前提でね、いかないといけないんで、まあどんなもんか見ていきましょうか。ダメージがどんなものか。ボアプライム、ヘッドショットより失礼します。いや強いね、本当に。まあリベンが入ってるっていうのもあるんだけどさ、そのボアのリベンなんて利便性全開だからめちゃめちゃ強いんですよ。なんで急に転んだの、危ない。よしよしよし、こんな感じでね、行きたいと思います。さすがだよな、本当に。あとノックスとかいたらね、ノックスとかいたらまあどんなもんなのかなって気になるところではあるんだけどね。よし、オッケー、行きましょう。誤報ですから皆さん、気にしないでください。気にしないで。それ気にしてたらみんな毎日ご飯が美味しく食べられなくなる。なぜならそれがストレスにつながるからだ。発散しろ。ストレス解消、フラグメントゲット。よし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 、グルニア技術発見。これをあと一つ集めればフラグメント完成。オッケー、すぐそこですかな。いや、リンボ強いですね。って異次元に入って走ってるだけなんだけど、あ、天井がほらこんなになってる、初めてだ、こんなよく見たの。めちゃめちゃつららができてるな、さすが。あ、ここですね。あ、違うじゃん、マジか。これ異次元に入ってたら開けられるか。 OK、 行きまーす。はーい、ハリー安定しないでね。
不意の暗転が一番怖いゲームだから、これやめてください、やめてください。あ、ドアの数が多いですね。 OK、 オペレーターやられないように順調かつ大胆に行きましょう。ここはね、はい、一発で当てたいところ。うおー、マジか、おおー、マジか。こっちかな。まあこれで外れてもまあ大丈夫、まだワンチャン。嘘だろ、もうふざけんなマジでさ、ほんとにいつもグリーンやのこうだわ。俺毎回3つ目どんだけ運悪いんって感じ。1等2等3等ってやったら4等当ててる勢いだよこれ。よし、行くぜ。さあすぐ逃げるよ、すぐに逃げるが勝ち。ここは逃げるが勝ち。どけどけ、邪魔邪魔。オッケーオッケー、こっから異次元出ちゃうから気をつけて。俺も戦う。やめて、そういうことは言わないで。お前昨日散々だったんだから。よし、で随時巻いていけばいいね、随時巻いていけばいいね、随一この辺にも前行って逃がすと。ワンプしてんだろうなお前ちゃんと。あ、大丈夫そうですね。この間昨日のコーパスステージはマジでロキが失敗したからな救出ミッション、ってなった。全然ワープしてこなくて、こっち、あ、敵がいないパターン。これ敵がいることを見越してもいいかもしれない。敵がいることを見越して一気に放つ。よし、安全かつ大体に。おお、敵もいなかったし、容量を得てうまい具合にリンボ先生走破です。お疲れ様です。まあ今回はね、外装も一つ一つ変えてリンボが駆け抜けたっていう感じでしたね。おっ、フォーマ美味しい、ありがたいですね。フォーマみたいなのがねポロッと出てくれると時折嬉しかったりしますね。 OK です、まあ無事に終わってよかったわ、成就できました。はい、そんなわけでね、また次回のソーティーミッションも紹介していきたいと思います。次回はどんな内容になるやら、ふふふ、楽しみ。というわけでお送りしたのはハビニャスダークのハビニャスでした。またお会いしましょう。さよなら。